ね、それをね、こうやっぱりバランスを保とうとして姿勢をビシッとこう保つようにちょっとしていただきたいなというふうに思うのと、ちょっとスピードアップをしていただければしっかりとね、安定感を持たせるスピードアップ。ナナさんどうですか？いい感じ、すごいいい感じ気持ちいい、すごいなんか明るくなる、元気になる。いきなりなんか、もういきなりなんか、すごいなんか、腹筋が鍛えられた気がします。もうやっぱり家事の合間だったりとか、テレビ見ながらとか、音楽聴きながらとか、なんかやりたいなって思いますね。今すぐ旦那に会いたいです。この体を見てほしいです。なんかもうなんか自信がつきました。まあ男性のもやっぱりぽっこりお腹が気になったり、ちょっと運動不足だなという方もいらっしゃると思うので、そういう方にもおすすめですし、本当にね、気持ちいいので、使用されたことがない方にはぜひ使ってみていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。私を見てってガーンって感じ、もう見せたいもう脱ぎたい、はい、で早く旦那にこの体を見せたいです。面倒くさがり屋なので、私は家で運動ができるっていうのが私は魅力的だなと思いました。やっぱ茨城まで帰ってると時間ないですね。そうなんですよ。だから今日も泊まりました。台風が来るって言ってたんで、常磐線止まったらここに来れないと思って、常磐線マジすぐ止まるんでそうなんですよ。なのでホテルに泊まってきました。めっちゃ変わりました。すっごく食べてきたんですよ。いや本当にこことかすごい垂れてきました。あとこことか、ここのたるみすごい気になります。ここでもロデオボーイはここもいいんですよね。ギュッと締めて使うと、ここがダメ、出せないですね。この太もも、ここの太ももと、あとこことが一番きてますね。